はのんです。フェンダーフラッグシップ東京オープンおめでとうございます。紙作るときは自分の日々感じてること、怒りとか悔しかったこととか、そこから考えることがすごく多いですね。今5年ぶりにフルアルバムを出そうと思ってて制作中なんですけど、その中でも本当に心が締め付けられるような感動を受けて心が動かされてます。まだ音楽続けてるよっていうのを教えてあげたいですね。一回上京してやめちゃうけど、また始めて頑張ってるよっていうのを伝えたいです。自分のやりたいと思ってることや好奇心にブレーキをかけちゃダメです。でそのやりたいっていう気持ちにネガティブな感情っていうのはもう一切なくていい、排除していいことなので、もうそのまま突き進んでください。それじゃあ改めてオープンおめでとうございます。ぜひ皆さんチェックしてくださいね。のんでした。